ムビの粉、キッチャムさん。昔々、キッチャムさんというとても愉快な人がいました。ある時キッチョムさんは町へ野菜を売りに行きましたが、どうしたわけかその日はなかなか売れません。野菜はいりませんか取り立ての小松菜にほうれん草もありますよ。 するとキッチョムさんに声をかけるものがありました。おーい、キッチョムさん、キッチョムさん。見ると、顔見知りの粉屋の主人です。はい、何か用ですか実はその野菜を全部買ってやろうと思ってな。へい、それはどうもありがとうございます。ただし、買うと言ってもお金じゃない。 麦の粉と交換してもらいたいのだが。いいですよ。ところで、麦の粉はどれほどありますか待て待て。それにはこちらから注文がある。もし、お前さんがその野菜を入れてあるザルに、紙も布も木の葉も敷かずに、麦の粉がもらぬように担いでいけたら、両方のザルにいっぱいやろう。 それを聞いたキッチょムさんは、粉屋の主人がトンチ勝負をしようとしているのがわかりました。なるほど。トンチ勝負なら受けてやろう。キッチょムさんには望むところですが、穴のたくさん開いているザルで粉を運ぶのはかなりの難問です。はははは。どうだね、キッチょムさん。さすがのあんたでも、これには参っただろう。 粉屋の主人は得意そうですが、でもキッチョムさんはしばらく考えるとにっかり笑いました。へい、ではこぼれぬようにいただいてまいります。ちょっと井戸を借りますよ。キッチョムさんは空になった両方のザルを持って井戸に行くと、それに水をかけて帰ってきました。さあ、今からこのザルに粉を入れますね。 そんなことをしたら粉がこぼれて。粉屋の主人が不思議そうな顔をしている前で、キッチョムさんは濡れたザルに麦の粉を山盛りに入れました。そしてキッチョムさんが天秤棒の両端にザルを引っ掛けて持ち上げると、ザルからは一粒の粉も漏れません。こりゃまたどういうことだ頭をかしげる主人に、 キッチょムさんは説明しました。こうしてザルを濡らしてから粉を入れると、うまい具合に底の方の粉が固まって、ザルの目を塞いでくれるのです。それに今、ザルをよく洗ってきたから、ザルの目に詰まった分も乾かせば、そのまま使えます。なるほど。では、粉をありがとうさんでした。 そう言って帰ろうとするキッチョムさんを粉屋の主人が慌てて引き止めました。ま、待ってくれ麦の粉をザルいっぱい持って行かれては大損だ野菜は倍の値段で買うから粉を返してくれキッチョムさんは心の中でにんまり笑うと、それは助かったこんなに重い粉を持って帰るのは一苦労だからなと思いつつも、 粉屋の主人には、いかにも仕方ないという顔で言いました。やれやれ。それでは、野菜が全部で五十問なので、倍の百0問もらいますよ。こうして、キッチャムさんは、空のザルを担いで、ほくほく顔で帰っていきました。おしまい。 キツネのごちそういじのわるいきつねがつるにいいましたごちそうしてあげるからうちにいらっしゃいつるはよろこんでうかがうことにしました すると、狐は、そこの浅い皿に、美味しそうなスープを注いで、さあ、遠慮なく、召し上がれ。というと、自分は、美味しそうに、スープを舐め始めました。 鶴の長くて細いくちばしでは皿のスープは飲めません鶴は途方に暮れてしまいました次の日鶴が狐に言いました今度は 僕のうちに来ませんかお礼にごちそうします。狐は大喜び。ぜひそうしよう。狐が来ました。すると、 鶴は細長い壺に、美味しそうなスープを注いね。さあ、遠慮なく召し上がれ。と言いました。そして、細長いくちばしを壺に入れ、 スープを飲み始めましたキツネの短い鼻先ではツボのスープは飲めませんよだれを垂らしてスープの匂いを嗅ぐばかり自業自得です キツネはみじめな気持ちでいえにかえりましたおしまい葉っぱのたいへんけちんぼうな旦那がおりましたあるとき手紙をだそうと思いましたがきゅうに紙にかくのがもったいなくなりました 人にやるもんに紙はもったいない。あれに書こう。旦那は庭の柿の木の葉っぱを二、三枚取ると、それに手紙を書いて使いのものに持たせました。さて、それをもらった相手の旦那も手紙を出した旦那に負けずけちんぼうです。ほほー、柿の葉っぱの手紙とは、あいつもなかなかやるな。では、こちらの旦那は、 手紙を持ってきた使いの者に言いました。すまないが、上着を脱いで背中を出しなさい。言われた通りにすると、その背中へさらさらと手紙の返事を書きました。しばらく経って使いの者が帰ってきますと、旦那が聞きました。ご苦労だった。して、手紙の返事はもらったかいはい、返事はここにあります。 使いの者が背中を見せると、けちんぼうの旦那は残念そうに言いました。なんとその手があったか。さっきの柿の葉っぱは惜しいことをしたわい。しっぽの釣り。昔昔のある冬のことです。森には木の実がなくなってしまい、猿はお腹がペコペコでした。 ところが川に住む。カワウソは毎日おいしそうな魚をお腹いっぱい食べています。そこで猿はカワウソに聞きました。カワウソくん。どうしたらそんなに魚が取れるんだい。するとカワウソはこう言いました。そんなの簡単そう。川の氷に穴を開けて。 しっぽを入れるだろうそれからうごかずにじーっとまつんだするとさかながしっぽを餌とまちがえてくらいつくそれをぐいっとつりあげるんだへえぼくもやってみようサルはさっそくかわへでかけるとカチカチにこおったこおりにあなをあけてしっぽをたらしましたん <laughs>

うとうとと居眠りをしてしまいましたサルがふと気がつくとしっぽが凍りついてしまい少しも動かすことができませんしかしサルはそれを大きな魚がつれたと勘違いをして大喜びでしっぽを引っ張りました「んんげん重たいなあこいつは」<laughs>。 よほど大きな魚にちがいないぞサルは顔をまっ赤にして力まかせにしっぽをひっぱりましたそしてあまりにもしっぽをちからいっぱいひっぱったためにサルのしっぽは。 途中でちぎれてしまいました。サルの顔が赤くて、尻尾が短いのはこういうわけだそうです。おしまい。アリに刺された男とヘルメス。ある日一隻の船が乗っていた大勢の人とともに海に沈んでしまいました。 それを見ていた1人の男が神様のやり方は間違っているあの船には罰当たりな人間が一人乗っていただけなのにその人を罰するために大勢の罪のない人を死なせるなんてまったくひどい話だと言いましたちょうどそこはアリがたくさんいる場所でしたので一匹のアリがこのうるさい男をチクリと刺しました 蟻のくせに人間様をかみやがってこうしてくれるすると男はたった一匹の蟻が刺しただけなのにそこにいた蟻を残らず踏みつぶしてしまいましたその時ヘルメスの神が現れて男にこう言いましたどうだこれでお前はお前が蟻をさばくのと同じように 神が人間をさばくのはけしからんというつもりかこのお話は人のやり方に文句を言いながら自分も同じやり方をする人に聞かせるお話ですヘビの足。 昔々村人たちが集まってお寺の掃除をしていました掃除が終わるとお坊さんがお酒を入れた壺を持ってきましたご苦労様でした少しですがお酒を召し上がってくださいありがとうみんなはお礼を言ってお酒を受け取りましたところが村人は5人いるのにお酒は壺に1人分しか入っていません みんなで飲むにはとても足りません。すると一人の男が言いました。ではこうしたらどうだろう。みんなで地面に蛇の絵を描く競争をするのさ。一番早く描き上げたものが一人でお酒をいただくんだ。なるほど、それは面白い。よし、それで決めよう。では行くぞ。よーい、ドンみんなは一斉に蛇の絵を描き始めました。 すると一人の男が一番早く書き上げました「できたぞ俺が一番だ <laughs> みんなには悪いがこの酒は俺が頂戴するよ」男はそう言って酒壺に手を伸ばそうとしましたがふと気がついて「しまったこれはしくじったぞ蛇に足をつけることを忘れていた」と慌てて蛇の足を書き始めたのですするとそれより先に、 他の男が蛇をかき上げました。できた酒は俺のものだ男はそう言うと、お酒を美味しそうに飲みました。はじめの男が残念そうに見ていると、酒を飲んだ男が笑って言いました。バカだな、お前は。よく考えてみろ。蛇に足があってたまるもんかそんな余計なものをくっつけようとするから、こんなうまい酒を飲み損ねるんだよ。 それからです。余分なものをつけることを「打足」というようになったのは。